ジャクソン、アロンサイナンチョレタイマーを吸わせてくれませんか、日本で吸わせてくれませんか、迷惑はかけませんか。クッシュー、皆さんこんにちは、 DJ カトです。さあ始まりました、24時間マリファナテレビなんですけれども、今年はですね、中止します。というのも僕ねマリファナやめたんですよ。もうマリファナに対する興味が全くなくなってしまってですね、24時間マリファナテレビなんてやっても、いまいち盛り上がらないだろうなと思って、やめました。今年はというかもう二度と24時間マリファナテレビはやらないと思うし、マリファナは一生すいません。でですね、ただね、その中止になる前に一応企画は考えてたんですよ、何やろうかなってことで。で、その実際やらないんですけど、どんな企画をね考えていたかっていう、僕がまだマリファナに興味を持っていた時の、企画内容っていうのをねお話したいなと思います。で、僕は一応ねアメリカにいるっていうことで、やっぱニューヨークでなんかできることを考えてたんですよ。で、小室圭っているじゃないですか、なんとか王子、あいつに会いに行くとか。あいつ、K ってやっぱりおもろいじゃないですか。あいつが突然、大麻合法化活動家になったら、めっちゃ面白いと思うんですよ。で、しかも、一応法律弁護士、こっち、まあアメリカでだけど、弁護士の資格も取ろうとしてるし、まあ弁護士になったとしたらめっちゃ面白いと思うんですよね。大麻合法化活動。で、しかも知名度も高いし。だから、あいつをね、仲間に入れるみたいな企画を考えたんですね。あいつに会いに行って、突撃で会いに行って、で、一緒に大麻合法化活動をやるみたいな、考えてたんですけどね。でも、やらなかったのは、まあ、忙しかったから。忙しい、マジで。いまいちね、何やってるか伝わってない人も多いかもしれないですけどね、いろいろやってるからね。大麻合法化活動に、大麻合法化に向けて、日本の大麻合法化に向けていろいろやってるから、あ、やってたから、もう今はね、大麻合法化もう、興味なくなっちゃったし、やめちゃったんだけど、当時はね、ちょっと前までは大麻合法化に興味があったから、考えてました。でね、あとね、考えてたのは、大麻カミングアウトみたいな感じにして、そのライブ、配信中にその日本で大麻吸ってるやつのカミングアウトを受けてそれを通報するっていう大量の逮捕者を出すっていう、その自首みたいな、自首を促す、要するにもう俺は捕まってもいいんだっていうやつらを集めて配信して、でそこに警察を送り込む、警官を送り込んでどんどんパクらせて、で一つの配信で何人捕まったみたいな、炎上逮捕劇みたいなのをやろうと思ったんですけど、でも俺は捕まんないじゃないですか、それ卑怯だなと思って、俺は捕まんないのに仲間をパクらせるみたいな、なんかちょっとむしろ言ってこいみたいな、ちょっとねダサいし、まあ単純に効果も微妙だし、なんかイメージも悪くなりそうだし、多分誰もやってくれないだろうと、誰も自ら無所に行ってくれるやつはいないと思ったんでやめました。まあそんな感じかな。で、去年みたいに討論番組みたいなのもやろうと思ったんだけど、結構ね準備とかで、ね、できないなっていうことですね。だから去年やってる以上のことができるかなっていうのは難しいと思ったし、それよりもやっぱりライブ配信自体にね、ちょっといまいち面白いことできるっていうのがなくて、
やっぱりライブ配信だから出る面白さっていうのもあると思うんですけど、今やっぱ重要なのはある程度そのなんていうの、大麻合法化を大きく浮かせる軸みたいなものだと思うんですよ。軸っていうのはここに大麻興味のない人たちが集まってきて、でここで情報、正しい情報を得て、でそこから日本が大麻合法化に向けて世論がどんどん動いていくみたいなことをやるのが重要だと思うので、ライブっていうのはやっぱりコミュニケーションじゃないですか。というよりかは、まあ、広く情報を発信するっていう点でいけば、もっと他にやり方でやらないといけないことがあるなと思っていろいろ作業したり、活動してるのが現状です。まあ、なのでちょっと今年はね、24時間マリファナテレビは、まあ、議論みたいなのをやらなかったっていうのはそういうことですね。去年以上やってたこと以外でできることがなさそうというか、そんな感じかな。まあ、あと、どうだろうね。まあ、ライブ配信みたいなのは、まあ、今後やりたいとは思うんですけど、ちょっとね、今、いいネタっていうか、やりたいことが本当にないっていうか、ライブ配信で俺が やったら面白いなと思うことがないっていう状況ですね。ただだらだら喋ってしまう気がする、自分がね。だからそれは、それよりはやっぱり軸となる、この大麻合法活動の軸となるものを作ることに、作業に時間をかけたいっていうか、まあ1秒でも長く時間をかけたい、本当に忙しいから。そこだね。まあそんな感じです。ね、とりあえず僕はもう大麻やめたんで、大麻合法化を頑張ってる人は、頑張ってください。僕はもうやりませんので。はい、今回は以上です。クッシュー。